それじゃあ次はみんなからのお便りを紹介するよ。まずは島根県のはるこちゃん4歳から。ママンとトゥゲザー、いつも楽しく見ています。私は大人になったらイケてるお兄さんか裏道お兄さんみたいな人と結婚したいです。歌のお姉さんは結婚するならどっちのお兄さんがいいですか？歌のお姉さんはね、はるこちゃん、表面や面白さだけで男を選んじゃダメよ。見た目とか愛嬌だとかそんなもの、その魅力に反して将来的には一切何の役にも立たないの。はるこちゃん、どうか無駄な苦労はしないで、できるだけスムーズに幸せになって。あー、一旦止めます。お兄さんたちが傷ついちゃってるので休ませます。ごめんね、なんか二人がどうしようもない地雷案件みたいな言い方になっちゃって。みたいなどころかダイレクトに言ってますけど。っていうかそれぞれ楽屋あるでしょ、ここに集まらないでくださいよ。一人でいる沈黙に耐えられない時ない？そんな毎日ですけど、家帰ったら誰かいるだけマシじゃないですか？はあ、最近さ、ゼプス買って帰ってもすぐ上にじゃ積まれるんだよね。まだ少年のままでいたいという意思表示ですね。やかましいわ。Thank you.